って顔の色なさすぎてやばい。まあまあまあ、まだメイクしてませんので仕方ない。はい、そうです。今日は20時からくだらないとがあります。あ、20時半だ。今日なんか遅いんですよ。20時半、なんか分からんけど。遅めです。今日は雨でちょっと広島は寒い。ちょっとあまりにも口の色がなかったけん先に一旦リップだけ。なんかメイクとかも途中でなんかするのがあんま好きじゃないよね。そう、もう決まった順番でやりたいんよ。中途半端にやりたくなくて。でもあまりにも顔の色がなかったので塗りました。それではやっていきます。コンシーラーを塗ります。りゅういちさん、あさかさん、あおにくん、セリアさん、奥行きさん、ありがとうございます。広島は今のところ雨は止んでます。今んとこね。特にメイクは説明する必要ないかなと思うので説明しませんまあもし何か気になる人がいれば聞いてくれれば、まあ答えないことはないけど。まあコンシーラーをします。赤いところとかにします。仕事中で見れんばいって。見らんでいいよ見とるじゃん、コメントしとる時点で見とるやんけ。熊ですね。自分が熊がめっちゃあるのかないのかあんま分からん。最近は決して寝不足ではないので、大丈夫だと思います。ないと思うって何を知ってんだか。
焼けるんでね、首も気づいたら焼けるんで日焼け止めを塗ります。私は元が、あのなんかファンデとか塗る前の時点でちょっと首より顔の方が白いけん、首もねちゃんと日焼け止め塗らないと首が焼けてしまいます。でしましたら眉毛をやります。雨の日でも日焼けするもんなんで、そりゃ紫外線はありますからね。眉毛はもう、眉毛は自眉は生えているので、若干やる程度。スポンジでするとムラができない。いや、手で塗ったら手が汚れるけん、スポンジでやっとるだけ。眉毛の周りもちょっとコンシーラーをします。で、私はそんなメイクはめっちゃ長い方ではないけど、丁寧にはしたい方で、チークを塗ります。チークも、まあ、そんな塗りすぎない。なんか塗りすぎるとほっぺ赤すぎるのって変だなって思うから、血色、顔面、顔の血色が良くなる程度に塗る。なんか画面で見た方がめっちゃ血色あるように見える。珍しいタイプでしましたら、まあ、たまにあのパウダーチークを塗ったりもするんですけど、まあ今日はいいです。今日はそういう日じゃない、そういう日じゃないです。めっちゃ赤くなったってなってないわなってないっつう。そうですね、チークも日によって使い分けております。そしたらシェーディングをします。違う、赤すぎるのは違う。なんかしかもそんなに。で、これはシェーディングをします。これもやりすぎると変になるので、し、今日はライブでもなんでもないので、ライブではないので、シュッシュッシュッ、簡単にやります。あれ、まあいいや。しましたら、ハイライトを塗る前に軽く粉を塗ります。今日はライブじゃないんでね、そんな
やらんくてもいいけど、軽く粉を寄れちゃうんでね、はたいておきます。ってしましたら、ハイライトを、これちょっと移動が多くてさ、ちょっとひびが入ってきたよね。まあでも多分なんかみんな、割とみんなこれを持っとる人みんな割れてくるって言っとるけん、まあその割れやすいものなんだと思います。ハイライト入れましたら、まあこれは気分なんですけど、日によってやるやらないがあるんですけど、この辺にもスッと気持ち程度に入れたり入れなかったりします。気分です。まあ気持ちのもん、ハイライトは気持ちの問題かなと思ってるので、そんなめちゃめちゃに塗ったりもしません。そうしましたら、素晴らしいわって、ありがとうございます。アイシャドウを塗ります。こういうやつを使ってます。アイシャドウは基本的には明るい色しかあんま塗らないんですけど、アイシャドウを濃くするのはあんまり好きじゃないので濃くはしません。ライブじゃないし、そうライブの時は照明とかで飛んでしまうので、多少なりとも濃くしとかないと飛んじゃうんですよ色が。だからまあちょっと濃いめにしますけど、今日はライブではないので。塗りすぎる必要はないかなっていう。判断です。薄めの色を重ね塗りする。岡山のツアーめっちゃ楽しみしてますって、楽しみにしておいてください。言うてね、もう今週なんでね。で指名色としてちょっと濃い色のやつをこの際の際に、
塗る日があったり塗らなかったり。今日は塗る日。気分です、すべてはその日の気分でやります。で、涙袋のやつをキュッと入れます。で、そうしたらもうまつげに入ります。ビューラーを、今日は湿気がありますね、雨だから。そうちゃん、MJ さん、けんちゃん、ゆうちゃん、めちゃきのこさん、あだちさん、ありがとうございます。とやったらマスカラを塗っていきます。最近まつげの調子悪い気がするよね。まつげはメイクの中でもとても自分での中で重要視しているポイントなので大事です。マスカラを塗ります。雨の日はね、髪の毛にも湿気を感じるんでね。雨の日はいろいろと調子悪くなりがち。でしたら、あ、ちょっともうそろそろヘアアイロンを、今日は髪の毛も自分でする日なので、そろそろヘア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 
ヘアアイロンを温めます。ドライオレンジ食べる。で、多分まつげの下地が乾いたので、そしたらマスカラを塗ります。こんなもんですね。で、上のまつげも塗っていきます。やっぱ湿気を感じるな。髪の毛と一緒でね、まつげもめっちゃ湿気を感じるんよ、雨の日は。ナーラブさん、ありがとうございます。めっちゃ湿気感じる。やだな。左のまつげめ、でマスカラを塗ったらアイラインを引きます。じゃあ目尻しか引きません。で、なんとなくもう終わったの、メイクが完成したので、あとは細かいところを全体的、最後に全体的なのを見て、あ、ここもうちょっと足そうかなみたいなことをする。後からの足し算をします。で、まあライブの日とかはこれにプラスなんかラメとかを塗ったりするんですけど、まあ今日はそんな塗ってもなので、これにしようかな。これぐらいにしておきます。サラちゃん今日も可愛い、明日も可愛い、サラちゃん博多の美人アイドル受ける、明日も可愛いって。
予言してくれた。アイライン強め系かと思う。そうだよ、全然塗ってない。そうだよね、サラ。そんなめっちゃどっかを濃くしとるとかじゃないんよ。あ、そう、ここに関してはマジ何も塗ってない。よし、で乾いたらもう一回やって、お、まあなんかちょっと下がってきてるまつげもありますが、一旦無視します。で、じゃあ髪の毛をやっていきたいと思います。本当はいつもはここに髪の毛が落ちるのは嫌なので洗面所しかやってしかやらないんですけど、ショールームをするときだけ特別にここでやってます。よいしょ。今日は全部外に行ってほしいので、ちょちょちょ適当に半分にして、では巻いていきます。これはあの誕生日に胸息がくれた、あの誕生日配信の時に胸息がくれたアイロンです。セリアさんありがとうございます。ちょうどその誕生日前ぐらいに一緒に買い物行った時にサラがなんか買うか悩んでちょっと買わんかったんよね、その時。私はね本当に巻きが取れやすすぎる人間なので、まあもう夜には取れそうな気もするんですけど、一旦ね。豆太郎大きなさん、めちゃきのこさんありがとうございます。ポイントとしましては、あったかいうちは放置、冷ます。足がしびれた、足がしびれた。髪の毛はまあミックスって言って混ぜて内側外側で巻く時もあれば、今日は全部外の気分なので全部同じ方向に巻きます。そう、巻きにもいろいろ、ミックス巻き、ウェーブ巻き、波巻き。
縦巻きとかで一旦放置します。で反対側を、最近分かったことがあって、右の方が若干毛量が多いんですよ。なんかさ、そういうのって普通に生きとったらあんま気づけんけど、メイクさんにやってもらったりとか、いろんな髪型をしていく上で気づく。私は右の方がなんか若干毛量が多い。幻想、なんか同じ髪型をしてもらっても右の方がなんか若干量が多いみたいな。ねじりツインとかしてもらった時に分かりやすい。なんかいつも右の方がねじりの部分が太くなるなとかと思ったら、右の方が毛量が多いからだっていう発見。俺は左が多いよって、そんな分かるもんなん？ツインテールとかせん限りあんま気づけんくない？そう、毛量の量を知りたい人はツインテールをしてみたらわかると思う。わ、試しにツインテールをしてみたら右と左、まあでも触った感じではまあまあわからんかもしれない。毛量試しツインテール。釣り犬さん、タネさん、ありがとうございます。
あ、やばい、なんか湯気が出始めた。ちょっと見えん。やばい、強くしすぎた。温まりすぎてしまった。あ、なんか画面が止まった。昨日と同じ状況が起こったぞ。ほら、やっぱじゃあ昨日と同じだ。サラの方では画面が止まっとるけど、みんなの方では止まってないってことでしょ。で、サラが止まってもういじれんくなったけん、一旦アプリ落としても落としたら、その時にみんなの方は止まるってことでしょ。なんなんこれ。なんなんこの現象は。でもサラが触ってない時の時点でサラの画面では止まっとるんよ。やけん時差ではないんよこれは。そう、サラが触って止まったんならわかるけど、そこじゃない、その前からこっちの画面ではね止まっとるんよ。なんなんだ。みかん食べよう。そう、止まってコメントを見えず、でしかも自分の顔も固まっとるんよ。で、アイロンができたので前髪をしていきたいと思います。私の命の前髪。前髪は
勝負の瞬間なんで。という割にはまあやり方は雑なんですけど、あ、今スプレーがない、持ってこないと。スプレー、スプレー大事なんでね。スプレーがないとダメなんでね。今日はちょっと少なくしたい気分なんで、中央部分は少なめにします。一旦放置して、よいしょ、でやって、この毛を出して、遅れ毛です。遅れ毛も馴染むように巻いて、スプレーがいります。でまずポイントとしては、まずまだ全然できてない時に、私の髪はなんか良くも悪くもサラサラすぎるので、一旦まずね、一旦スプレーをかけます、適当に。ひとまずって感じ。これ固めるためというよりかは、一旦毛の、まあ、毛質にもよると思うけど、血の毛はこうした方がちゃんとできるので、やって、そうしてからのもう一回初心に戻って、初心に戻ってやる。
張りたい。ケープレどんな、え、でもそんな買わんよ、半年に1回ぐらいじゃんしか買わない、意外となくならん。てか家で自分でメイクして自分のケープ使うことってあんまりないけんさ、ほんと休みの日のお出かけとか、まあこういうあの自分でメイク自メイクの日ぐらいやけん、そのライブの時とかはメイクさんが持ってきてくれるやつを使うから、そんなにそんななんかめっちゃ買い替えるみたいな、頻繁に消耗しますって感じではない、決して。お、来ましたよできたら、微調整して来たって時にかける、今だってタイミングでかけます。あとは指につけたりとか、コームのこっちの後ろの部分につけて、ヒュッてやる。って感じですね。こうして固めたら、まあほぼ完成。でてっぺんのちょっとボサってなってる部分もちゃんと私は気にしたい派、アホ毛気にしたい派なので、このこれを使って、アホ毛隠しをします。アホ毛隠し、アホ毛止め。こういうやつを塗ってます。そういうの売ってるんですよ、アホ毛用、アホ毛、アホ毛止めみたいなやつ。あ、アイロンが、で最後に気になる部分をアイロンやり直して完成。
アイロンが切れていたのでちょっと一旦待ちます。今日の前髪割と点数いい方、結構いいかも。まああとは外に出た瞬間終わるかもしれんけど、雨やけんね。60代独身さん、ありがとうございます。雨もう降ってないはず、広島は。分からんけど、多分降ってない。多分だんだん東に登っていきよるよね、雨。分からんけど、多分。うん、そんな降ってなかったよ、ずっと。まあ降っとったけど、そんなめっちゃ土砂降りってわけではなかった。アイロンの嫌な音がするよ。キーってこうして、最後になんかもうやりすぎなぐらいちょっとグリグリにしといても、私の髪の毛ってすごい落ちちゃうんですよ、巻きがね。元のまっすぐが強すぎて、いいのか悪いのかって感じなんやけど。そう、でスプレーをかけます。
今日は雨なんでね、というか天気が悪いので余計に湿気が強いと思われる。なので入念にやっておいた方がいい。まあね、どんなに頑張ってやっても湿気に負けて薪が取れるんですけどね、悔しいことに薪がすぐ取れちゃうんで、これからの時期は特に仕方がない。ずっと夏は湿気と戦う。でもメイクさんもめっちゃ戦ってくれる。湿気と私が取りやすい毛、まあ、普通の人でも雨の日はさ取りやすくなるじゃん、とか天パの人だったらまっすぐにしても天パが強く出てきたりとかさ、薪が取れるのもね結構嫌なんですよ。でも私はストレートより巻き髪の方が好きなので巻きます。ストレートにしようと思っても湿気でくるくるしちゃうのか。サラはならんけど元がまっすぐなので、テンパの方だったら湿気の時はそうなるよね。よし、オッケー、まだリップを塗ってない。リップを塗ったら完成。吉田沙羅の毎日メイクの完成です。今日は雨だから、雨だし頑張ってやったから取れないように入念にスプレーをかけておく。そう、ヘアオイルを塗りすぎても落ちるんですよ。だから皆さんも気をつけてくださいね。ヘアオイルを良かれと思って塗りすぎたらそれはそれで取れやすくなりますから。よし、髪は服とか衣装着替えた後でもセットしな。そうやけど、サラはそういう時は着替えれるようにこの前チャックの服やったりとか、何
もうめっちゃここが空いとる服とかを着ていくことが多いかな。今日も一旦これを着ているだけです。その配信中にやるけんさ、よく気づきましたね。ということで完成しました。セリアさん、和さん、ありがとうございます。ではランキングを読みたいと思います。なんか暗いね今日も、日がないけ。13位青鬼くん、12位竹まつるさん、11位マサさん、10位浅香さん、9位 MJ さん、8位奥行さん、7位タネさん、6位足立さん、5位めちゃきのこさん、なんかベタベタする、4位セリアさん、3位60代独身さん、2位ゆちゃん、1位ナーラムさん、ありがとうございました。今日は20時半からくだらないとがありますので、ぜひ見てください。まあ終わった後も元気があれば配信します。それでは終わります。ともゆきさん、ありがとうございます。では終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。